野沢温泉観光協会の小田切美幸です。野沢温泉 DMO の佐藤俊介です。今日は2024年の4月から稼働する地域 DMO 一般社団法人野沢温泉マウンテンリゾート観光局について説明します。そもそも DMO って何ですか？DMO はディスティネーションマネジメントオーガナイゼーションの略で、観光地域づくりを推進する団体のことです。観光庁に申請して承認された団体が DMO になれます。国からお墨付きをもらった団体とも言えますね。で、DMO に求められていることを簡単に言うと、観光地として観光団体やその他の団体ともう少し連携して観光地としてのコンセプトをより明確な形で打ち出してくださいという考えになります。 DMO って何をするんですか？野沢温泉の魅力を高めるためにさまざまな組織が一体となり、マーケティング、ブランディング、プロモーションなどを行い観光客を誘致します。観光庁と連携した事業の取り組みも推進します。あと現在の観光協会をパワーアップさせた団体だと考えてもらえばいいと思います。今までの観光協会とは何が変わるんですか？観光協会員の皆さんには DMO 会員として今まで通り連携をお願いいたします。会費や支部の仕組みも基本的には継続していきます。村内の他の団体は何か変わるんですか？商工会などの団体がなくなることはありません。今までよりもより連携を深めて村の魅力を高めることを進めます。ではいつから DMO は稼働するんですか？ DMO としては2023年の3月に観光庁に承認されています。さらに2024年の4月から観光協会は DMO として組織が一本化します。皆様のご参加ご協力をお願いいたします。お願いいたします。